いらっしゃいませ。気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。やっと出てきよった。探しとったんで。気流マス添えか。昨夜の借りを返すどこら。じゃが我何者なんじゃ。こん町に何しに来たんじゃ。俺が用があんのはあんたじゃねえ。陽明連合会本家の若頭ってのが出張ってきてるはずだ。道を開けろ。
周りの状況がよう見えとらんようじゃの。踊れはここまでじゃ。最後に生かすか殺すかは踊れの態度を見てわしが決めちゃる。その言葉そっくり返してやる。死にたくねえやつは道を開けろ。今ならまだ許してやってもいい。キザなおっさんじゃの。大口叩き寄ってからに後で恥かくだけじゃ。時間切れだ。うせえ。時間切れだ。うせえ。Oh!
キリュウの兄貴。なんじゃおら、殺せや、やってみや。わしは松戸組の看板上げとるじゃ、嫁連合会の直系じゃ。わしをやったら広島中の国土を敵に回せっちゅうこっちゃ。おいやるの松戸へ。陽明連合会が踊れなんぞのために動くか、そこまでの器量か、バカだれ。器量っちゅうのはあんたじゃの。あんたは陽明連合会本家若頭、腰水組組長の腰水ってもんじゃ。要は広島のナンバー2ってことでいいのか。これは桐生さんがやったんか。全部たった一人で。マジか。あんたは自分じゃ正体を隠しとるつもりらしいがの、わしにはあんたの背中の竜が透けて見えますわ。の踊れも桐生さんの正体は知っとったの、南雲。何？この辺りは広島でも偏僻な町じゃ。造船以外はわしらのしのぎにならん。じゃけどあんたがおるんじゃったら、この町もちいとは面白うなるの。どういう意味です？その男が何じゃ言うなら。広瀬一家の始末はもうついとるんで、今挨拶だけさせてもらいますわ。桐生一馬さん。いや、腰水の頭は何を言うとるんかの、兄貴の正体って。松永。キリュウさん、なんで来よったんですか。わしはモレドから出ように言うたはずじゃ。それをあんた勝手なことしよって、これで全部丸く済んだ思うてるんですか。あんたは本家の頭に目つけられたんじゃ。もう何が起きてもおかしゅないんで、わしの指で済ますときゃよかったんじゃ。あんたは何も分かっとらん。松永。あ、全部承知の上だ。このバカだりや。踊れ。キリュウの兄貴に噛みついとる暇があったら頭下げんか。兄貴のおかげで指詰めんで済んだんじゃろうが。あ、松永の兄貴、指詰めんで済んだんすか。よう、それで勘弁してもらいましたね。あ、でも顔ひでっすよ。どんだけ殴られたんすか。ちくしょう、これが本家からの制裁っちゅうわけですか。バカたれ。松永の顔はわしが殴ったんじゃ。え、はが、頭が。何ですかね、それ。腰水の手前、こうでもせんと指だなんだと言うじゃろうが。そうなる前に松永のためを思って殴ったんじゃ。のう、松永。まあ、いや、安心してください、キリュウの兄貴。松永は見た目ほど痛くないように殴りましたけ。なんじゃとこな。よう言うわ、何も加減しとらんじゃろうが。何発も何発も、ビタレが。なんじゃその態度は。この恩知らずが。こんな。
おやさん？え？ここにおったんですか？もういたよ、ずっと。喧嘩を積んだんだろ？え、ええ。東条会の四代目？東条会言うたら、東京の、あの東条会で？ああ、そうじゃ、確かあれじゃ、道島の竜、実話時代に乗っとった。お、なんじゃお前ら、なんで驚かんのじゃ。おい、そんなにすごい人なのか？え、いや、そりゃぶちえげつなですわ。って何寝ぼけたこと言うとるんですか。すごいに決まっとる。キリの兄貴、なんで黙っとったんですか。はよ言うてくれりゃよかったのに。足を洗ってからもう何年にもなる。今は仇だ。だがこれでもう隠し事はねえ。俺の方にはな。キリュウさんの方には？俺らの方にはまだキリュウさんに隠してることがあるって、そういう意味っすよ。お、なんだよ隠し事って。おい南雲、俺にだけ教えろよ。え、ああ、さあ。いいさ、今夜はもう帰る。そろそろハルトを迎えに行ってやらねえとな。おい、南雲、なんだよ隠し事。こっち見とるんなら、もう謝っても遅いけん。初乗り料金640。そうですか。またよろしくお願いしますね。
だろう。どれ、しばらく寝てろ。しばらく寝てろ。時間食っちまった。キリュウさん。ああ、遅くなった。またしちまったか。少しだけ。ハルト君はもう寝ちゃった。さっきまでご機嫌で過ごしてたけど。そうか。よかったら部屋に上がっていくか。ううん。もう遅いし、それより大丈夫なの？舛添組は。ああ、とりあえずはな。ならよかったけど。さあ、ハルト君。いつまでもハルトのことでママに世話かけるわけにはいかねえな。広瀬一家の人たち、はるかちゃんのことをなんて言ってる？いや、まだ聞けてないんだ。あいつらから口を開くまでもう少し待ってやりたいと思っている。どうかしたか？うん、なんでもない。じゃあ、また。ああ、ありがとな。兄貴、南雲ですが。南雲？さっきキヨちゃんに
コンヘアのことを聞きまして、兄貴のお耳に入れときたいことがあるんじゃ。ハルトが寝てるんだ。表で聞く。構わねえか。ええ。もうお察しのこととは思いますが、話っちゅうは遥さんのことじゃ。わしらは組の門全員みんな遥さんを知っとります。ほんで事務所であの子の写真を見せてもろうた時、わしら兄貴の正体にも気づいたんじゃ。桐生の兄貴が遥さんにゆかりのある東条会の四代目桐生一馬じゃったと。松永だけは気ぃつかんかったようですがの。まったくあいつの安任さにはなんや救われますわ。ああ、そこからのご無礼はどうか許して使わさい。あとそれでも兄貴に遥さんのことを言わんかったのは、遥さんに許しをもらっとらんからです。続けてくれ。遥さんがこの町に来たんは3年ぐらい前じゃった。その時あの子は自分のことをほとんど喋らんかった。いつも周りを気にして、はっきり言うたらここへ逃げ込んできたっちゅうようにしか見えんかった。よそ者が来ればすぐに目立つ田舎じゃ。しかもあんな可愛い子ですけ、あっちゅう間に人気者になった。遥さんの前じゃうちの組の門も造船所の連中に漁師、誰もがみんなおとなしゅうしとった。あの子はこの町におらんといけん存在になっとったんじゃ。だから誰もあの子が芸能界におったっちゅうことはあえて口に出さんかった。やっぱり気づいていたんだな。テレビを見とりゃ嫌でもわかりますわ。遥さんがその騒ぎから人目を忍んどるっちゅうことも。わしらはあの子のことを守ってやりたかったんじゃ。じゃけ余計なことは口にせんようにしとった。兄貴が遥さんのことを調べとるって分かった時、多分この町の人間ならみんな同じように考えたはずじゃ。多分あんたらがそういう連中だったから遥もこの町にいることができたんだ。南雲なら春人の父親もこの町にいるのか。それはわしらにもわからんのです。遥さんはみんなに好かれとったけん、誰かと好きを取るっちゅう話は聞いとらん。それに坊ちゃんが1歳くらいと考えると、ちょうど妊娠した頃遥さんはこの町からも姿を消してしもうたんで。何？今から1年半くらい前ですわ。その頃からあの子のことを見たっちゅう話は聞かん。じゃけえわしら春人君を見ても未だに遥さんのことは信じれんちゅうんがほんまのところですわ。わしやうちの組のもんが知っとるのはこれだけよ。じゃけどわしらより遥さんのことをよう知っちょる人がおる。誰だ？遥さんはこん町に住んどった間ずっとある店で働いとった。
兄貴もよう知っとる店じゃ。スナック清美、こん町で誰より遥さんを知っとるんはあのキヨちゃんなんじゃ。